病院の一室に並べられた数多の容器。液体窒素で凍結し時を止めているもの、それは卵子です。この日、銀座の産婦人科を訪れた一人の女性、甲斐明穂さん、28歳。卵子を凍結しに来ました。一つの袋に一つの卵子が入っていますので、だから袋の数を数えたらそこに入っている卵子が推定されます。数はあまりないですか？今までだいたい推定5個ぐらい育ってきている感じですね。はい、卵子凍結とは、将来の妊娠に備えて卵子を取り出し凍結保存すること。子供を授かりたいタイミングで体外受精して体に戻すという仕組みです。もともとは病気が原因で今すぐ妊娠ができないという女性のためでしたが、今仕事などの理由で若いうちに卵子を保存して将来の妊娠を考える人が増えているといいます。大手証券会社を退職し起業した甲斐さんもその一人です。自分で会社を起こしちゃったりすると、当然それで2年3年とかはもう全力でそれにしか打ち込まないっていうのの覚悟でやってるので、大学院を卒業した24歳ぐらいから自分のこの先のキャリアどうしたらいいのかなってすごい悩んでいて、そんな葛藤を抱えて生きてきた甲斐さんが選んだのが卵子凍結。甲斐さんは手術する2週間前からより多くの卵子の成長を促すため自分で毎日注射し準備してきました。そしてついに卵子を取り出す日。全身麻酔で眠ると、昨日卵胞に針が入っています。卵胞液を吸い出しています。卵子が入っているのは卵胞と呼ばれる部分。そこに針を刺して吸い出したこの透明な液体の中に卵子が入っているのです。はい、甲斐さん、終わりました。大丈夫ですか？はい、今卵を確認してますのでね。はい。10分ほどで手術は終了。卵子の大きさはわずか 0.1 ミリ。慎重に卵子を取り出し液体窒素に入れて凍結することで半永久的に保存されます。本日の最高数ですね。17分になりました。取れたので良かったなと思います。甲斐さんにとって希望である卵子凍結、一方で課題もあります。解凍していざ出産しようとしても成功率は高くありません。さらに日本産科婦人科学会は採卵と高齢妊娠に関する健康上のリスクがあることなど警鐘を鳴らしているのです。しかし甲斐さんはリスクを承知の上でこの選択をしたといいます。私的にはどちらかというと、何歳までに結婚しなきゃいけないとか、何歳までに一人目を出産しなきゃいけないとか、そういう概念にとらわれて急ぐっていう方があんまりこう女性の精神衛生上良くないんじゃないかなって思ってます。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。